おはようございます、こんにちは、こんばんは、トーク系 YouTuber のケンタ店長です。ネットラジオを聞くならケンタ店長 Vlog に来いよということでですね、ネットラジオ的な、音声だけでも楽しめるチャンネルを運営しております。よろしくお願いいたしますなんか一応ちょっと動画のねコンセプトを最初にちょっと声高に叫んでおこうかなと、じゃないとね、もうわけわかんないじゃないですか。何お前、何その画質みたいなね、何その画質でお前喋ってるだけ、お前死ねえとかね、思われかねないんで、はい、一応あの音声だけでも楽しめるっていうコンセプトでやらせていただいてます。はい、通勤通学中ね、就寝前、はい、ドライブ中、何でもいいですね。動画映像見なくても音声だけでも楽しめるんで最高でしょね。で、僕はノー編集で、はい、取って出しなんで楽だしね、はい。で、なんだっけ、そうだそうだ、まずは動画の概要欄の宣伝からさせてください。はい、動画の概要欄にですね、ナチュラルボディービル研究所というブログと、タトゥーライフというブログと、またタイトルつけてないんですけど、インテリア雑貨関係のブログの URL が載ってますので、ぜひですね、読み物好きな方チェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。結構ね、ナチュラルボディービル研究所に関してはね、力入れて運営してるんで、はい、グルメありのね、健康食品の情報ありの、はい、なんかいろいろありのなんで、はい、よろしくお願いします。はい、あとね、過去のね YouTube のおすすめ動画もたくさん載ってますので、動画の概要欄にそちらも合わせてチェックしていただけると嬉しいです。まだ YouTuber らしいことをしてた時期の動画がいっぱい載ってますんで、よろしくお願いします。はい、宣伝ゲップが出た、宣伝ちょっと長すぎた、すいません。はいはい今日の動画のトークテーマはですね、こちらになっております。じゃじゃんじゃん、題して、営業時代に出会った意地悪な会社ワースト3ということでですね、お仕事シリーズのお話になります。はい、営業時代に出会ったね、意地悪な会社ワースト3ということで、はい、まあ、こんなんですけども、私今、まあ、これズラなんですけどね。はい。はい。まあ、一応こういうね、前も後ろもタトゥーだらけで、まあ、あんまりサラリーマンっぽくないんですけども、元ね、一応大企業の営業リーダー、やらさせていただいておりました。はい。滑舌こんなんですけども、ね、結構ね、頑張ってね、毎日、いろんな会社に行って、はい、揉まれてきましたよ。ね。で、その中でですね、いや、ここは意地悪だなっていう会社が、まあ、いくつかあったんで、その時どういう意地悪されたかっていう話をしようかなっていう、そういうお話ですね。はい。やっぱりね、どの世界にもね、意地悪な人間っておるんですよね。性格悪いなこいつっていうやつって、ほんとどこにでもいんのよね。誰だ、日本人は奥ゆかしいとか、日本人は思いやりがすげえとか、日本人は親切だとか言ったやつ、誰だ、それ一部の人間だ、それはな。うん。俺、いろんな、まあ、俺、昔俺、サラリーマンやる前は、サービス業、まあ、7年ぐらいコンビニの副店長やってたんですよ。うん。で、まあ、ガテン系もいろいろやってたんですけど、サービス業の時ね、感じたけど、本当にね、日本人の客、クズばっかだよ。マジで。うん。申し訳ないけど、クズ8割、まともな人2割よ。うん。コンビニなんてやってると、まともなやつマジ来ねえからね。うん。みんな、ほんと自分のことしか考えてない。めっちゃわがまま。はい。で、何の話だっけ？はい。まあ、営業時代にそう出会った、意地悪な会社、ワースト3ね。ちょっと会社名は伏せますけども、まず一つ目ね、某、百貨店。某有名百貨店。まあ、高級百貨店の部類に入るのかな？うん。はい。ね、某高級百貨店に、ちょっとまあ、ね、僕が営業行った時に、僕の会社もね、やっぱ結構世界的企業だったんで、一応ネームバリューだけはね。俺は世界的じゃないけども、会社の名前だけは世界的だったんで、まあ、まあ、法人営業みたいな感じでやってて、それなりに、まあ、対等に、
うん、営業に行ってるとはいえ対等の関係ぐらいに僕は思ってたんですね。うん、営業っつっても飛び込み営業じゃなくて法人営業なんで、まあまあまあ荷主がいて僕らがいて荷主さんと一緒にまあ行って、まあほぼ話なんて決まってるんですよ。その話をちょっと詰めるだけみたいな、そのレベルだったんですけど、だったんですけど、めちゃくちゃ意地悪な担当が出てきまして、その百貨店の担当、はい、でまあ百貨店つってもそのなんすかね、その百貨店自体の社員っていうよりかは管理会社の社員だね、うん、運営会社の社員っていうのかな、はい、もうくっそムカつく、もうそうだな、藤子不二雄さんが書く意地悪なやつの典型みたいな顔してんだよなんかマタロウが来るとかね、そのあたりに出てくるめっちゃ意地の悪いやつの顔してた。はい。ああ、なるほどな。こういうやつを漫画でデフォルメして描いたらああなるんだな、みたいな。はいはいはい。ね。むしろこれ、それこいつモデルちゃうかな、みたいな。もうザ意地悪みたいな顔してたよ。でね。まあその百貨店のとある場所に、まあ僕らが扱ってた、まあ、とあるものを置かしてもらうってことで話しに行ったんだけども、なんか現場の担当、その百貨店の売り場担当っていうか、なんか支配人的なやつと話したんだっけな。でその後にその管理会社系のやつが出てきおったんだよ。で、あ、どこまで進んだよの話みたいな感じで、もう開口一番すげえムカつくんすよ、こういうやつらって。だいたい一言目からもうムカつくんだよ、もうわかんの雰囲気で。うん、あ、こいつムカつくタイプだ、顔もムカつくし言ってることもムカつくわみたいな。あ、顔がムカつくだけで意外と喋ってみたらいいやつっているんだよね、俺みたいなね。顔はムカつくけど意外といいやつだから、はい、うん、自分でいいやつっていうやつたかが知れてるんだよね。まあいいや、とにかくそいつはね、もう開口一番、あー顔のまんまだこいつみたいな、うん、ザムカつくやつだみたいなね。どまい続いてんのダメだよね、うん、あ、そうなのね、あ、この機械さーみたいな、この機械ってさ、ここの寸法どうなってんのみたいな話が急に始まって、もう冷蔵庫で言ったら、なんだろうな、後ろの水受け皿の寸法、そのレベルの、いや知らねえしみたいな、え、そんなとこの寸法取ってねえしみたいなとこの寸法を聞き始めたんですよ、我らに。で機械のこと、まあ機能とか寸法とか、そのどっから電源を引くとか、そういうのを全部僕が説明するで決める担当だったんで、まあ役回り的に俺が聞かれるわけですよね、荷主からも。え、ケンタ店長さん、ここの寸法、そこの寸法でどうでしたっけみたいな。いや知らねえしみたいな、そんなとこ取んねえしっていうね。水受け皿なんか別になってどうだっていいじゃん、うん、寸法なんて。え、あ、いや、とはいえ俺もう誰も寸法を取らないようなところまで寸法を取ってる男なんで、結構それなりには答えられるわけですよ。確かまあこれぐらいだったんじゃねえかなみたいな、うん、そうしたらまあめっちゃムカつくんすよ。あ、いや、確かとかじゃなくて確実な数字出してくださいよみたいな。でこの機械を置くと、ここのなんとかなんとかの面積は、なんつうの、なんかよくわかんないけど、表面積じゃなくて、なんだっけな、その、なんとかの面積に対して、なんとかの面積は何パーセント占有するんですかみたいな、そんななんか、なんかそんなこと聞かれたんですよね。何それみたいな。うん、いや、ちょっとごめんなさい、それ、その計算はちょっとわかんないっつって、みたいな感じで確か答えたんですよね。もう前の話なんでうろ覚えなんだけど、いや、そんなのもわかんないですかみたいなこと言われて、普通にっすよ、初対面で、一応、まあ営業とはいえ、もう、だって上では話決まってるんで、まあ最後の詰めぐらいで来てね、友好的な感じで、ね、お二人で話してる、ね、もうムカついてきた。ムカついて、ろれつ真ん中ですね。結果売りに来てるわけじゃないから、はい。なのにすげえ喧嘩腰なんですよ。うん。いや、そんなこともわかんないですかみたいな。だって、機械のね、どこどこのなんとかの、あれを出して、出せば、なんとかの溶石だからなんかが出るんで、それを僕と差し引いて、なんとかすれば、パーセンテージかとか、なんかめちゃくちゃムカつくわけかなんて言ってんですよ。いやいや、数学やりに来てねえし、みたいな。ね。こ
ういうやつおるんすよね。多分自分が数学得意なんですよ。で、頭は多分きっといいんですよね。学力は高いですよ。はい。それをなんか ひけらかしに来たのか、なんか俺の顔がムカついたから意地悪してやろうと思ったのかわかんないけど、わけわかんない面積の計算し始めて、ああ、じゃあ、そうかそうか、はあ、じゃあこれぐらいか、はあ、はあははあ、みたいな。いや、何それみたいな。それを出したからって何なのみたいなね。もうね、すーげえぶっ飛ばしたってね、マジで。うん、だって、ね、大体ネームプレートじゃないけど、名前とかでしか名刺も一応こう、あの時名刺あいつ交換してねえのかな、もしかしたら。それぐらい向かず。でも分かんないけど、名前なんてしたらもう分かっちゃうわけじゃん。対企業なんだから。こうやって復習されねえかなとか心配なんないのかなっていうぐらい、ムカついた。まあ。これがね、でもね、結構ね、俺ワーストに入るね、ぐらいムカついた。だって、他のだってね、いろんな担当も来てるわけだから、めちゃくちゃ恥かかされたわけだからね。そんな面積の計算もできないんですかみたいな。しかも、どうでもいい、出さなくてもいい面積の計算式をなんか突きつけられて、答えられなかったらなんか吊るし上げ、みんなで笑い物されるみたいな。まあ、ムカついたね。もう、あそこの百貨店はね、使いたくないって思ったぐらい、ムカついた、うん。そもそも俺百貨店なんか使わねえけども。まあ、ちょっと前、転売屋やってる時にね、下見っていうか、スパイには百貨店行ったことあるけど、それぐらいでしか行かねえよ、百貨店なんて。ボケがっていうね。うん。で、まあ、それがちょっとランキング入りしてんだけど、もう一つが、とあるスーパーね、まあ、場所は言わないけど、某地域ではだいぶシェアを占めているスーパー。全国区じゃないんで、そんなにまあ、正直言って、すげえ一流かって言われたら微妙なんだけど、まあ、某地域ではだいぶ、シェアを占めているスーパーですね。まあ、お山の大将ですわな。お山の大将が一番ね、立ち位置としては俺はいいんじゃないかなって思ってるんで、そこはディスんないんだけども、はい、全国区じゃないんで、そんなにだからまあ、一流ではないですよ。ね。まあ、全国だから一流ってわけじゃないんだけど、ちょっとごめん、これはちょっと今俺、気に食わないから、ちょっと自分の感情論入っちまった。はい。まあ、とにかく某地域でちょっとシェア占めてるスーパーに営業行ったんですよ。で、そこはスーパーの店長が、まあ、説明っていうか、その話す相手だったんですよね。うん。別にスーパー本部の社員とかが出てきたわけじゃなくて、はい、店長とその、まあ、機械の設置場所を決めるみたいな。で、まあ、僕がある程度ここ、まあ、ここ電源はここから引っ張りやすいから、通電してるねみたいなね、ここから取ればいいね、でここに置けば一番いいねみたいな、はい、話をしてる中で、僕と一緒に行った、まあ、荷主さんが一緒に行って、ふん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 みたいなね。で、そこのスーパーなんかリサイクルボックスっていうんですか、家庭っていうか、その何て言うかな、お客さんが持ってきたものをなんかリサイクルするゴミ箱とはまた違う、なんかリサイクルボックスっていう、なんかそんなような名目のボックスが設置されてるスーパーなんですよ。まあ最近ね、いろんなスーパーで見かけるようになったけど、そう、まあ、当時はそんなにね、僕としてはあんまり見たことがなくて、へーなんて思ってたんだけども、で、なんかそのリサイクルボックスを、まあ俺の荷主さんが、あ、じゃあ店長ね、このリサイクルボックスをちょっとずらしていただいて、あ、じゃあこのゴミ箱をちょっとずらしていただいてとかなんか言ったんですよ。そしたら、あ、ゴミ箱じゃないっす、リサイクルボックスですって言ったんですよ。あ、すいません、あ、そっかそっかそっか、ゴミ箱じゃないっす、リサイクルボックスですねみたいな、あ、そうかそうかみたいなね。まあ、正直どっちでもいいじゃんって思ったんだけどね。確かにまあこだわる人からしたらリサイクルとね、ゴミ箱はちょっと違うね、ニュアンス的に違うんだろうけど、いや今いいじゃんっていう、今別にそこにこだわんなくていいじゃんって、まあ内心思ったよ、うん、だけどちょっとイラッとしたけど、まあそっかそっか、すいません、ゴミ箱じゃないですよ、これリサイクルボックスですやんつって、俺もその荷主さんとまあまあわはわははみたいなね、なったんですよ。だけどその後なんかの話の延長で、まあ、その店長と話した時に、いやーねー、なんとかんとかでゴミ箱がーって、また荷主さんが口を滑らしたら、ゴミ箱じゃないです、リサイクルボックスですって、ちょっと食い気味っていうか、この切れ気味ですよね、はあ、リサイクルボックスですみたいな、どっちでもええやんっていう、なんでそこそんなこだわんのっていう。いや、わかるよ、きっと多分譲れないものがあるんだろうけど、
俺らからしたらゴミ箱もリサイクルボックスも一緒なんよ。うん、なんかわかんないけど、もう使わなくなったもん入れる箱っていうね、そういう漠然とした認識で喋ってるだけよ。別にそんなこだわってねえからさ、こっちゃって。うん、でそれをなんとなく、まあ、ニルスさんも、まあ、あのゴミ箱って言っちゃったんですよね。そのリサイクルボックスですって。ちょっと切れてるんですよね。あ、すいません、すいません、すいません、ゴミ箱じゃなくてリサイクルボックスしたなんて言ってね。で、終わった後、なんであいつこの野郎って。はあ、ねえ、どうなってんじゃっていう、お前のこだわりなんか。はあ、まあ、仕事中だとね、失礼に当たっちゃうんだけど、くだらねえ。マジでくだらねえ、こういうことをね、気にするやつ。何切れてんのみたいな。こう、あれでしょ、俺が昔、周平にムカついたやつでしょ。いや、ケータ、あれ、あれ、あれ持ってない。公務。公務。ごめんごめん。公務じゃわかんないか。串。はぁ、みたいな。知ってるけど、俺の昔、ね、友達美容師の周平ってやつがおったんですよ。今、不動産なんだけど。そう。それが昔友達にちゃん住んでる時に、俺すがもその時坊主だよ。坊主、スキンヘッドに近い坊主なのに、ケンタ、公務持ってない。公務。あ、ごめんごめん。串持ってないみたいな。公務じゃわかんないかみたいな。ごめんね、美容師の専門用語出ちゃってみたいな。は？持ってるわけねえだろっていうね。おい、どこに溶かす紙があんじゃっていう、坊主。え？坊主が櫛使ってたら、もうそれサイコパスだろっていうね。ただ公務って言いたいだけなんですよ、周平はあいつ。うん、そういうとこあんだよな、周平は。うん、で、同じ、これあれなんだけども、あれだ、これ、そのズボンどこで買ったの？それ。それいいじゃん。そのズボンどこで買ったの？って言ったら周平は、え、ズボン？あ、パンツね。あ、パンツね。うん、はぁ？みたいなね。ズボンだってパンツだってどっちだっていいだろみたいな。うん、こういうとこあんだよね、周平ってね。こういうとこあんだよ、ほんとに。なんだ？パンツだってズボンだって通じりゃいいのよ。コミュニケーションなんてそんなもんだから。ね。パンツだろうが、ズボンだろうが。じゃあなんで、このアンダー、このアンダーね、なにこれ。このズボンの中に履いてる下着のことなんていうのこれ。パンツじゃん。これ、じゃあパンツインパンツじゃん。え？パンツエンドパンツじゃん。え？これジョンソンエンドジョンソンみたいなもんでしょこれ。え？ねえ。パンツ履いて、その上にまたパンツですかこれ。なんか、イントネーションの違いで中国語かよっていう。おい。中国語かよっていうね。中間じゃったけど、中国語かよ、お前。え？イントネーションの語尾上げる下げるでお前意味が変わるって中国語かよ、お前。え？パンツ？どっちがパンツでどっちがパンツだ？わかんなかったよ、もう。はい。ね。そうやって言ったらどうせ、あ、ごめんごめん、中に履くのはアンダーウェアとか言うんだろ、お前、周平は、お前。そういうとこあんだよな、周平は。はい。ちょっと話脱線したけど、ね。こういうことですよね。このゴミ箱だかリサイクルボックスだかでこだわることって。うん、同じ社内だったらそりゃそうかもしんないけど、もう社外だから、知らねえからリサイクルボックスだかゴミ箱だかなんていうね、食ったらね、ムカつくんだよっていうね。でもやっぱこっちが言ってるわけだから、すいませんすいませんって言わなきゃいけないわけですよね。くだらねえ。なんか日本のこういうそのなんか形にこだわるこのなんか立ち位置のなんかそういうのくだらねえ。言いてえもん。どっちだっていいじゃないですかって。リサイクルボックスだってゴミ箱だって、え、どっちだっていいじゃねえかよって、俺カイジのモノマネして言おうかと思ったよ、本当に、うん、どっちだっていいじゃねえかよ、いるんだよな、お前みたいな昼みたいな人間かよって言いたかったよ俺、本当に、うん、え似てないけど、はい、というわけでね、ワースト3とか言っときながらワースト2までしかちょっと思い出せなかったっていう、まあ時間もね、もう結構いい時間になっちゃったんで、いいですか？ワースト2までで、はい。ね。まあこういうムカつく会社がね、あるんだよ。本当に。仕事やってるとこういうとこにも頭下げなきゃいけないからね。すいません、すいません、すいませんってね。もうすいませんついてね、もうね、何回チョーパンかましてやろうと思ったか、本当に。はい。ね。じゃあ、というわけで、何がというわけでなんでね。今回は、営業時代に出会った意地悪な会社ワースト3と5つでした。はい、ケンタ店長でした。さよなら。